おじいじいです。というわけで、3000円1個。あ、つどんきさんだ。こかっちゃんです。1位のね、メンタルが、マルチなので、3000まで1、2、3、4、まあ、5、6勝といったところでしょうか。5、6勝してさっきのブルタイはなかったことにしようと思います。プリンセス処理してくれたら何でもいいんですよね。おい、いやー、めっちゃいいです。はい、出すか。ニーフェかテスラか知りたいな。テスラだったら全然可能性ある。ニーフェだとちょっとやだ。足のピンが強えなよ。ニーフェだといいんだけど、よくないよ。テスラだといい。まあ、枯渇。そんないいよ、いいわけじゃないが、ゼロじゃない。結局ゴブジャイとスケキンゲーみたいなとこある。インフェです。おめでとうございます。俺インフェ嫌なんだよ。マジでインフェ、ここバレル来てほしいけどな。来ないか。マジスケドラで夢掴みたいっすけどね。いやー、めっちゃ守ってくるよねー。へえ、かっけえな。これね、粘りマジ大事です。なんだかんだそこまでのダメージ抜けてないので、いやー、ほい、インフェ無理だな。耐えの時間ではある。IT が勝てー。あれが、限界突破ないと強すぎるけない。いや、ロッキーあるな。
やばすぎ、なんで勝ったかわからんけど勝ったー。あと4勝です。4勝で3000です。やばすぎ、マジ意味わかんねえな。これがゴブジャイです。意識してることをいつもより喋りながらやるか、わかんねえな。でもこういうデッキだと参考になんないと思うわ。なんかやっぱ特殊だから、それもまた結局。いやー、エリポンクロスだ、スピスピ。あー、そうね。だからむずいよね。その枯渇とかやっぱホグとかってさ、シンプルで分かりやすいじゃん。このゴブジャイは後ろから結構垂れ流すんだよ。うん、それしか言ってない。後ろからまず合わせる。いやマジでもうだってきつい。もうこの時点できついですね、普通に。で魔法を守るっしょ。もうこれ耐えたのでかいですまあこれは相手がエリポンクロスで、序盤普通に今みたいに受けがきつい、かつうーん、まあそんな攻め通らないんで、まあ、序盤はまず耐えたいなっていうのを考えでしょ。耐えたいんで、はい、呪文打って耐える。でこれも後取られるんで受けない。でかどうやって勝つのって考えた時に、今回相手はあれがないね、ファイボとかがない、その呪文しかない、呪文がウッドしかないんで、スケドラが最強です。なので勝つときはゴブジャイスケドラを組もうなーって思いながら、まあ、ナイトを一旦来るんですよね。ゴブジャイスケドラを組みたいなって考えてます。それまでは耐えれだなーって。ただそんな感じかな。わかんないっちゃうっすよ。強っ。これね、終わるっすよね。え、てかナイトバスケ強っ。アホ強えな、マスケが。エリアドは相手のが持ってるんで、下げそっち行っちゃうんだ。やばすぎ。
け。よく耐えたー、よく耐えたー、よく耐えたー。でけえ、ムキムキー。黒く7の60。いや3000いけんなこれ。あー、気がついたらエリアド取られてるわー。守りすぎだね。うん、守りすぎだし、守るときにダメージを受けながら、さっきの試合の相手のマスケとかが流れてるのもタワーに入りながらでもトリトンでちゃんと守ってるみたいな、あるかな今回そういうシーン。あるといいな。モーターサイクル迫撃砲、高回転アーチ迫撃かな。ホグがいいな。さあ分かりません。まあ、一旦結合部じゃ入れ、お茶濁しです。あ、これ迫撃とね、これキング起動されるんで、これキング起動されるんで、あんま行きたくないけど、あんま行かないとキング起動されるから。いやこれ何もしなくてゴブジェイをしばいてほしい、しばいてほしいけど、これやばいな、キング起動されます。やめてー、もう強すぎ、強いやん、キング起動もマジ施設とね、強すぎる。でロケボーイです、これもう絶対ロケです。ピューン、エスケドロ、オッケー。うわっ、それ天才すぎる。いやこれはちょっと熱くて絶対いった方がいい。ロケトレーで止まんだろこれ。あー強いよ。まあ思ったより綺麗に守られちゃったけど、けどっすねー。まあ近畿されたの痛いなー。でこれネクスト限界突破劇なんで、相手攻めてきます。てか攻めたいサイクルだと思います。で攻め取るんでも警戒しないといけないですね。あ激強これ、あれネクスト限界突破劇じゃない、反撃ないと思ったか。しばいた、じゃあまだし、え待ってしばけんかった、トリトン入る。ああいいナイトだ。いやこれね攻め取るね、来るんですよ。ですよね、もうこれね、ここまではねテンプレです。そのそういうデッキなんで、相手がミスってるけど取りになるあります。これは今アドを取る気がですね、アド取ってこの後の攻めにつなげる。一発欲しいなパンチで。このデッキは両サイズの重要なので、やばいかな。でソウルコールは取れても困るんでいらないです。よし、いやでかい、おーもう完璧すぎる。ちまちまアド取ってこういう攻めでほどほどにして、やばマジ攻め取りになります。攻め取りになりますもう攻め取りね、怖すぎる。もう一枚いるこれ、やばい。いや間に合ってはず、いや間に合ってない、やば。あそこの矢は打ちたくないね。打ったところで結局次回されるんで、普通にユニット抜けたい。ここは矢、これどっちでもいい攻めが通るのは。本命は左なんですけど、右もちょっかい振りながら、いや早く蹴んない、よし、こいつ煽ることに一生懸命で、プレーおちんぽやんっつって
ったらダメです。それは心の中で秘めとかないといけないんですけど、暑い、あと1ぐらいくれよ。あと1、やばい。グロ体こんなんだったけど、グロ体こんなんだったけど、マルチグイン来てるわ、でかすぎる。ドミニクです。今1位2個、マルチでラバで世界1位も取ってるし、グローバル大会世界1位も取ってると、はい、もうラバです。天性のラバ使いです。でもエリポンゴレ使ってたんだよな。でエリポンゴレだったら勝てます。ラバはやってないっていうか、環境で当たってなさすぎて分かんない。麦が呼んでた。あいつバグモンだな、ほんとにすぐあだ名つけるやん、麦。いやラバかエリポンゴレで、いつもメインはラバなんですけど、終盤はラバですね。ラバやってねえ、わかんねえな、やってねえから。いやー、ハイボ速ハイボ来そう、早えな。ザップ、あ、雪か、雪玉ラバですね。わー、ラバねー、マジで当たんないんですよ、今いなさすぎて。このドミニクとかしか使ってないんですよ。いやだから、わかんない。やってないから、相性がわかんない。けど、全然勝てそう。なんか、1個取られても、2個、3個取れそうだけど。俺何、スケダラ、今生きるサイクル嫌だな。それ嫌なんだよ。お前の気分で変わる、お前の気分で変わる。いやーマジで、これまあ一発っすね、もともと一発なんで。雪玉に2発になったりしないっすか、マジでありそうやん。いや1本取れそうだけど、1本取れそうだけど、守りたいよ俺も。うわーちゃんとこっち警戒してくるの偉そうに。うわー、いいガードすぎる相手、あのインダラ折れないな、さすがに。ボンバー級、やばい、終わる、これマジで終わる。ゆきさん来て、やっぱ止まる、奇跡的に止まる。あー、いやこれミスったな、相手の。うわー、ビタミン C さん I love you thank you アドバス。いや相手のマジ、あの中盤のくぁーあれもミスったな。マジでこれあと1勝だった、あと1だったのに、なんであと1や。わあ、いかれたな。なんで、なんで気づいたら俺が攻めてんのに俺がピンチになってんの、どういうこと。ちょっと待って、マジで、ボンちゃん、あマジで、なんでおかしい、おかしいって。わあ、これね、前も負けました、勝てません。あ、3連敗した、アホだ、アホだ。おい、もう3000やったやん。これって3000じゃないんですか、これ。2999は3000だろ、どう見ても。あと1から沼るのよく聞くって。2959だ、2959だ。みんなログインしてる。まあ麦超えたし、麦超えたしな、3000いくか。
ちょ、マジで次負けたら絶対終わる。次負けるか3000いくか。小鳥ディガポイです。同じです。自作じゃないよ、俺が負けたデッキ。小鳥ディガポイです。同じ、マジで同じです。でもこのデッキはもっとうまい、うまい、でもルーベもうまいんだけど、このデッキは極めてるやつですね。いや、ワンチャン入んなかったら M にしたいなぁ、入ったら。ブラディがあるな。いやー、ポイデリなんね、しっかりね。これもしかしてさ、やっぱ神相性ってことでいいですか。ワンチャン負けるのかな。お、あー、でかすぎー、諦めてくれた。え、え、しかも本当だ、トロ高い、トロ高い。え、ワンチャン届か。いや、マジ届くかもしんない。マジでこれ届くかもしんない。これで3000、神相性、これでこんな勝ち方でいいんか。俺は39、え、俺60だったっけ。そしたらもう3000いってくれ。おい、ふざけんなよ、決めすぎだろ。あと2や。おい、誰誰誰誰、さっきもあった、これさっき2999とかでこっから沼ったのに。あと2989やん、98か。これ3000ってことでいいっすか。これどう考えても3000やろ。おい、わあ、待って、神相性2連チャン、全く同じデッキ。しかもこのデッキを極めてる小鳥が諦めてくれたから相性がいいな。これちょっとくれ、ちょっとくれ、俺もう沼るの嫌だよ。こっからどう考えても3000やん。微調整しやがって。しかも1、さっき妖怪1だから今回妖怪2になって帰ってきたわ。来た、3000。お前3000から引きずり落として次勝っても2999の地獄を味わわせてやる俺が。よし、こいつを3000からまた突き落として32、いや、もう絶対スパイキーや。これね、あの、勝つために本気で待ちます。勝つユニット来ます、インドラワス、真ん中トリトンで回収、マザネク、カウンター、ハシマシンでバルーンでファイボー、ジジ、オッケー、ゴッツプラン来た。だから相手動いてくれないと、いやー、マジで、手札きついって、バルキリか、親衛隊よこして、親衛隊嫌だめね、親衛隊ゴブジェの可能性もあります。マザーネクロ行かれるとやばいです。いいカウンターじゃないですか、これ。エリゴレか。いや、待って、バルキリいるわ。いや、マジでだるいな、ヒーター、ちょっと待ってほしいな。これやばいか、なんかすごいすごいことになりそう。いや、あれ、どっちに取る。マジで本当に俺が悪いこれ。俺？バカかよ、バカかよ、ふざけんだよ。おい、これ俺が悪いことしたか。おい、ふざけんだよ、マジで。おい、は？おい、しかも。見出し方だけやな、見てよかったね。でしょうね。ちょっと待って、俺結構正解だったと思うけどな。正解じゃなかったんか、俺悪かったっすか。うわ、マジでえぐい、キモいのに。しかもこれもう絶対いかね、絶対いかないっす。でもよく考えてください。
これマジ、あの絶対これかけてください。あと31位、これ次勝っても妖怪1だったりない説あります。これ次勝って31位もらえる世界ある？言います。法則通りならここから沼るとか言うんじゃねえよおい。そうだけどマジで、あの2級6級以上、2級70以上、2級70以上だとマジであります。うきそ、2級70以上、よっしゃ来た。まず第一関門突破。3000、お前ドブ沼に引き落としてやる俺が。そんなこと思ってないけど。で力走、これスパーキー、ヒースピースパーキーとかじゃん。このデッキあれだな、ミニペックがだるいな。まあスパーキーです。これエレキだったら待って終わる。ちょっと待ってください。親衛隊がない。そしてやばい、このこのカードサイクルちょっとよくない。エレキだったら終わり、やめてくれ。お、ミスってる。こっちこっちこっち、いっとしまー、ちょマジやろ、マジやろ、マジやろ、終わってくれ、終わってくれ、終わってくれ。あれがグッドゲームでキングに霊障としてこい。え、マジキングに霊障としていいだろ絶対これ。なんでキングに霊障とさないお前。まず頑張ろうとしてんのか。頑張らせない。100だー3000。え、いや待って、まだまだだ、まだ終わってない、まだ終わってないんだ。インドロ、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 あ、絶妙に残るやつ。なんか、あ、マザネクがいたんだ。なるほど、マザネクがいたんだ。待って、暇すぎてやらむ。よし、ちょっと待って。あ、なる、これザップとかやめて。いいね。え、相手の対空さ、マザネクだけとかある？いや、さすがにやばいか。それ、一回冷静なるわ。一回冷静なるわ。今行ったら死んでたかな、メガゴーゴブゲーとかで。一回冷静なの。あーし、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 よし、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 よし。いや、だからメガゴーゴブゲー。え、バルキリー強っ。え、メガゴ使ったってことだった。めっちゃいい共演なんだから。あー、やばい、絶望来てる。ちょっと待ってくれ、マジやばい。5体くらい集まる。え、待って、やばい、よしよしよった俺。ちょっと待ってください。ちょっと、あー、マジやべえ、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 ちょっと待ってくれ。待ってくれ、待ってくれ。